清水エスパルスオフィシャルツアー、富士山静岡空港から FDA で行くキャンプ応援ツアー、満喫鹿児島2泊3日の旅、ツアー参加者限定企画が盛りだくさん、さらに絶品グルメもお楽しみ。詳しいお問い合わせはご覧の各社まで。ありますし、まあ、僕自身のコンディションもそうでしたし、まあ、相手のコンディションっていう部分でやっぱり難しい時期ではありましたけど、まあ、そういう中でやっぱり結果っていうのはもちろん大事ですし、まあ、まあ試合でも試合に負けてしまったので、何とも言えませんけど、まあ、僕はもうやっぱりそういう小さいことをやっぱり積み重ねていくっていうのがやっぱ大事だと思うので、またこれからもコツコツやっていきたいです。まあ、今年初めての試みということでこういう風になりましたけど、すごいなんか新鮮な気持ちで、ちっちゃい、選手だったりとか、そういうのを見たりして僕らがすごい元気をもらってます。そうですね、非常に自分たちも楽しめるし、まあ、もっとこういう機
客がたくさん増えて、地域が活性化すればよりエスパルスというものが、一つになると思うんで、今日本当にいいイベントだなというふうに思います。そうですね、コンディションも非常にみんな、いいと思うんで、しっかりとこれを維持しつつ、戦術の理解度というものをもっと新しい選手に対して、深めていって、今年は、去年よりもいい順位、そして、ACL 優勝を目指して頑張りたいと思います。もうすごいいっぱい子供たちも集まってくれたんで、すごい楽しくやらせてもらってます。そうですね、すごい僕らも体を動かして接れる機会っていうのはね、少ないんで、こういう機会はすごい大事にしていきたいです。みんなと触れ合える期間がやっぱ長いんで、そういう部分では選手たちも体を動かしながらみんなと触れ合えるんでいいかなと思います。そうですね、今年は監督が変わって2年目なんで、タイトルも求められますし、最低限やっぱ ACL の出場権を獲得できるように頑張りたいなと思います。みんなで汗をかくっていうのを楽しむといいと思います。まだちょっとね、今回は不慣れな部分があるかもしれないですけど、楽しんで組まれてるとありがたいです。今はまだ試合はないですけど、これからどんどん厳しい戦いが待ってると思うので、それに向けて、今日はリフレッシュということで、準備していきたいと思います。楽しいです。そうですね、すごいパワーもらえます。そうですね、なんとか一試合一試合勝利を目指して、最終的に優勝できるように頑張ります。いや、そうです、いつもやる方だったんで、結構不思議ですね、気持ち的には。やっぱりすごいいいピッチだし、目標にしてたところだったんで、いや、すごいいいですね、やっぱり。いい機会だなと思いますし、なかなかエスパルスのスクールに入ってる子たちでも、その中でも、なかなか選手と触れ合える場所じゃないスクールの地域の子たちもいるので、こうやってみんなで一緒にね、そして全選手が参加して触れ合えるっていうのは、すごい子供たちにとっても刺激になると思うし、僕らにとってもね、本当にこういう子たちの目標になれるように頑張らないといけないなと思いますね。今日は楽しんで、一番楽しんでると思うんで、靴がもう緑に染まってました。楽しんでいきたいです。子供たちより自分が一番楽しんでるんで、リフレッシュになると思うんで、頑張っていきたいです。今日も毎日頑張っていきたいです。いや、まだちょっと怪我してあまりできてないんですけど、だいぶチームにも雰囲気も慣れて、楽しくやってます。普段こういう機会があまり、これまでも大学とかでなかったので、こうやって応援してくれてる皆さんと触れ合うことができて、すごい自分も楽しんでやってるので、すごい楽しいです。そうですね、こうやって今日
子供たちと一緒にサッカーできて楽しいですね。いやもう僕らサッカーがもう全てなんで、こうやってサッカーしながら会話できれば最高です。会話できてないですね。何が言葉いらないよ。清水エスパルスオフィシャルツアー、富士山静岡空港から FDA で行くキャンプ応援ツアー満喫鹿児島2泊3日の旅。ツアー参加者限定企画が盛りだくさん。さらに絶品グルメもお楽しみ。詳しいお問い合わせはご覧の各社まで。怪我してるんですけど、まあしっかり直してコンディション上げて、はい、早く復帰したいですよ、はい、いややっぱこんだけの子供たちがエスパルスの下部組織でやってるんで、やっぱ僕らも子供たちのなんていうんですかね、目標になるようにしっかり頑張らなきゃなっていう思いが強くなりました、はい、多分子供たちも、まあ、アウスタのピッチでこうできて多分嬉しいと思うし、で僕らもまあ普段まあここではもう本気で戦ってますけど、でまあたまにはこういうまあ子供たちに夢をこう与えるというか、直接サッカーができる機会ってあんまりないと思うんで、まあハードに子供たちでも結構もうハードに来るん でまあ楽しませてもらってます。いや本当にこうやってね、子供たちと触れ合って、子供たちはね少しでもサッカー、まあ、エスパースも含め、サッカー選手になりたいってね、そういう夢を持っていただければいいなと思うし、で僕たちもやっぱこういう子たちからね、いろんな刺激パワーをもらえるんで、非常に、はい、そうですね、まだまあ始まって間もないですけども、本当にいい準備をして、とにかくいい調整をしてね、開幕戦に向けてやっていきたいなという。Thank you.